ラットリッパーで行きました、ね、やっぱりね真っ黒のボードで形がかっこいいのでおしゃれですね。持っとるだけでねなんか海で楽しいってよくね言う人いますけど、その気持ちわかります。海の状態はねもう相当サイドの風が強くてもうヨレヨレです。ちょっとどうだろう、撮影するのもねサイド風強くて大変っていう感じなんですけど、もうでもこんだけの人いますからね、ここのポイントが一番まあいいんでしょうね。若干風をかわすというかもうぐちゅぐちゅですよね。他のポイントはほぼ人いないポイントもいます。あ、行きましたね。あ、ボトム あるかな、ここでボトム探る。でも早いなやっぱラッドリッパー、やばいんじゃないですかこのナビでスピードついて。お、インサイドまでつなげましたよ。これはねおじさんサーファーにはインサイドまで長く乗れたら最高ですね。あのフラットのとこを越えてくんですね、これはすごいな。あっと行きましたよ、レフトファーストターンから振ってライト方面に行って、まだショルダーがある。あ、いいんじゃないですか、これこそね、まあコンペ的っていうより遊べててなんかいいですよね。はい、行きましたね。軽いとこから立ってターン、アクションできてます。スピードつけて、お、まだボトムがある。まあ、とにかくこの板をねロングライドでつなげれますね波を。どう、ライト方面行きました。張ってくるかな、カーブ、あっともったいなかったな、いいカーブでしたね。サイズはね若干上がってきてんのかな、もうでもそんなあって胸ぐらいですね。おっと行きました、ボトム、ボトムあるかな、ちょっとここは耐える、あ耐えれない。はい、行きました、ライト方面ワンターンして、あっと続け、ボトムがないんですよね。行きましたね、あーでもボトム降りれなかったか。テイクオフがとにかく速いのが印象的ですねこの板。はい、行きましたよ、ちょっとタルメンとこから立って待って、張ってきたらラッキーなんだけど、は張らないか、風波ってこれが難しいんですよね。ポンとなったところでテイクオフして、ただテイクオフが速くないとあの一瞬のポンがスピードつけれないのでテイクオフできないんですよね。でそこで張ってくる波を選ぶ、そうするとショルダーがあって走れてアクションできるという感じですよね。はい、行きましたね、これでボトム降りれるかな、待って張ってくる、あーっとクルーリンパー上に立ちました、緩いとこ、あーっと人が、選手も今日はねここのポイント多いですね。春休みっていうこともあり日曜日っていうこともありね、波のコンディションはこんな感じですけど結構ね混んでますね。あー行きます、あーこれ張ってんじゃないですか、いけるかな、ワンターン、ツーターン、ツーアクションできましたね。で動きがねツインとかじゃないですよね、ショートボードに近い動きしてますね。はい、行きました、張ってこればね、あ張ってくるかな、ボトムあります、おっと、あーちょっと人がいたので多分意識しちゃったんでしょうね、ちょっともったいなかったな、ああいうのちょっと怖いですよね。はい、行きましたよ、おっと待って張ってくるの待つ、あーっと人がいた、はい来ましたね、手前から乗って、お長谷川壮太選手も来ましたね。やはりね種子島 JPSA 始まるってことで皆さんね練習しっかり気合入ってます。上がってきました、
今年 CS に、ね、日本人一人選ばれた田中大輝選手ですね。もうやっぱりねストイックさがね違いますよね。トレーニング練習、あと試合の時はね朝起きる時間も決めてヒートに合わせてあの時間設定してくるので、もうその辺はプロフェッショナルだなと思います。波はこんな感じですね。まあでもね思ったより風の影響あるのにここまあいい波来てますね。おっと選手ですね、逆光でちょっと誰かわかんないんですけど、まあプロサーファーですね。お、みんなプロサーファーですね。ノロカイリ選手かな。おっと前んでないか。今日もねラッドリッパーで行きましたね。カーボンのラッドリッパー、今ねあのラブサーフさんでもまだ売り出してると思うんですけど、この板がねまた速いんですよね。行きましたね、回り込んで。こんな感じでね回り込んでいくとゲットは楽なんですよね。行きましたね。あ、続かない。ここはグーフィーもレギュラーもあるんですよね。あ、行きましたよ。たるいとこから立って、おそアクション、あ前に出る。と行きました。あのすごい緩いとこから立ちますね。早いなあ。ここで斜面は緩いんですけどボトム入ってカーブで良かったんじゃないですか。これはバリエーションあって、これラッドリッパーですよ。あのパフォーマンスボードじゃないんですよね。もうなんかラッドリッパーってスタイルの動き、あとコンペっぽい動き両方できちゃうっていうことですね。行きましたね。ちょっとたるいとこから抵抗が早いのでどっからでも立てる感じですよね。で張ってくるのを待つ。あ、ゆっくり待ってここでアクション。あーとタイミング合わなかった感じですね。プロサーファーですね多分。あ、行きましたとファースト。あーもったいない、引っかかっちゃったな。今の良かったですね。おっと決めました。おっとタイミング待って、張ってくるの待ってますね。とフローターから狙ったんですけど合わなかったな。この動きはロイ選手かな。わあ、しっかり最後のねヒットがいいですね。いや、本当に大変だよ。この間テニスは1回9本持ってって、あ、天使ですね。
田中大輝選手かな、違うかな、あ、行きました、これ貼ってくるかな、あ、行きました、貼ってくるかな、あ、乗ったかな、あ、行きましたよ、貼ってくるの、あーっと貼らないのだ、いや、ダメだったよ、あ、そう、あ、めちゃくちゃ疲れるもん、見てて、 おっとメイクしました、と行きました、なんか波少し良くなって、おっとファーストで、あ、決めましたね、今の良かったですね、これ試合に使える感じになってきましたね、お、良かったんじゃないですか、今のファーストのやり場は久々に見ましたね、わー、メイクしましたね、おっと、暑いとこから立って、おっと、上スピード降りる、おっと、狙った、あー、今のも良かったんですけどね、もったいないですね、今日はね、いい練習できましたね、見た目より波良かったんじゃないでしょうかね、ラッドリッパーカーボンやっぱりいいですね、ダブルダートラッドリッパーは見ててなんかね、まああんなこと僕できないんですけど、欲しくなるのはちょっと分かっちゃいますね、欲しくなるなと思っちゃいます。